はい、こんにちは、ブルーホスです。ということで、続きやっていきましょうか。もうなんかね、キャッツは準備万端ということでね。あー、今にも、どうそう、そんなくだらないこと言ってないで。今のステータスは、と、うん。もうほんと毎回ギリギリのところを生きてる。ギリギリが毛の上に行くような、誰が山中や。さあ、久々やな。あれ、ちょっと待って、自分の持ってるさ、おかしいおかしい。おう、ショートカットは OK なんだけど、ちょっと待って、俺の持ってるさ、銃、16発入るんだけど。おーの野郎、大好きでーすフライングダイナソーって言ったら、もうどこに住んでるかっていうのが、大体そのね、あれバレるっていう。ガタブケローって、おめえさん、全然あれだね、動く気がないでやんすって感じで、手というよりは足を貸してやろうか。うらうら、さあ来い来い来い。あ、違うわ、バトン。オーケー、ぶつかる。さあ、俺はこれが大嫌いでございます。三将王の次に嫌いですね。うん、もうほんと何回これでこち狂ったかって。ガチャン、あ、いた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 。よし、オーケー、一発目、二発、あ、オーケー、三発目。え、三発目、まあ、3発目か、実質。よいしょ、オッケー。で、もう一体来る？向こう側来た。あ、やばいやばいやばい。あ、いた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 。やばい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 。あれ？今のはダメだった？アウトですか？くそーくそー、やられてたまるかって。右に曲がるぞ。さあ、これで、でいいじゃん。ずー、面白かったよー。でもなんかちょっと無理やり感動的なそのあれにするっていうのはさ、あ、やばい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 、またーるっていうのはやっぱりなんかその最近のなんかね、ディズニーに寄せてきてる感があるっていうのがちょっと個人的には納得いたしかねます。そんなところで何してるんだ、おじさん。で、こっちから来るんだっけ。一発目外すとやっぱ焦るね。で、二発目、あれ、あれ、誰も乗ってないので、って運転してる。バーン、やばいやばいやばい。でん、そうなんだよ、ね、これ面白いよね。このどっちなんだっていうの、必ずこう レールの滑車をこう変えないと確実にドゥーンってなるのが面白かったですよね。はーい、いやー、これでなんとか一発で来れたよ。やっちゃー、チューン。ギリギリで止まるっていうところがなかなか2ですな。まだまだお楽しみ役。あれ、ちょっと待って、カメラが固定されて動かない。ういうい、あれ、これまさか、いや、そんな、いやー、ちょっとカメラが遅いな。もう嫌な予感がするな。ここあれなんだね。うい、おっさんが上で叫んでる。プロフェッショナルの時しか出てこないってあれなんだね。ドンデスターのドンデスターラ、ドンデスターラ、うっ、カキン、うったい、よいしょ、ケイ、スイスイ、スチャー、てててて、ちょ待って、ちょ待って、おかしくね、おかしい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 、あ、ばばばばば、やばいやばい、撤退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 、おめえ、まだ生きてたのかよ。いいね、いいね、いいね、痛いってか、痛いってか、あ、ばば、ふっ、ついティッティッティー、よし、オッケー。さあ、ダイナマイトボディ、来い、ダイナマイトボディ、あおおおお、ダイナマイトボディ、うら、え、コマンドも出ずに終わったぞ。おい、おい、え、ちょちょちょ、女子、女子、女子大好き。あったあったあった、これいいね。まあ本来ね、最近ハンドガン使いすぎてて、みんなこの動画の趣旨忘れてるかもしんないけど、本来はナイフクリアだからね。うん。もう、ハンドガン使いすぎて、もうそんなことすっかり忘れてるかもしんないけど、俺も今の今まで忘れてたからね、そういえばこれ、ナイフ使わなきゃーと思って、へいって。最近なんかちょっとマイクロノイズがひどいよね。頼むぜ、サンチュ。焼肉を巻くための美味しい美味しい葉っぱ、頼むぜ。またこれか。よいしょ。またかよって。まあ、またやるしかないよね。スポーツサングラスのおじさん。ここはでも別にいらないんだよね、確かな。こっちもいらないって。
あ、倒れるんかい。よいしょ、もう一回。さあ来るよ、ギュインギュインやろう。何の音だ。あ、この音っちゅうのはまさかのですよ。ほいほい、あれ、オッケー。わー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 、変態野郎が向こう側。あ、ちょっと待って、ちょやばい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 、ちょっとちょですよね、痛いですよね。でボイヤメッセージが水量オッケー。やべ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 、ちょっともう一発目速攻食らっちまったよ。あっか、楽しくなってきた。100か、楽しくなってきやがった。でん、はい、板が痛いのですって。やばい、くだらなさすぎて。さあ、あいつを、おー、いった、きた。俺はもう、てかなんか、あれ、ちょっと待って、おかしくない、前のやつ、なんか何事もなかったかのように前進んでってるけど。ちなみにこのドラム缶を破壊しなかったらやっぱ一撃でドゥーンになるんかな。果たしてそのあたりは一体真実のほどはいかに。さて、こいつが来たけど若干ボロボロにはなっ、あー、わー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 、やばい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 、ダメです、ダメです。よいしょよいしょよいしょ、オッケー。さあもう一回おいで。よいしょ、ほい、ちょちょちょ、危ない危ない危ない、こういう時に限ってさ、こういう時に限ってさ、あー、わー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 、こういう時に限ってさ、銃がちゃんとまともに、ダイナミスティックコントロール、ダイナミスティックダイナミックダイナミック、えってってって、なんだなんだなんだな、やばい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 、ですよねー。よし、オッケー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 、死ねー、しれ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 、まあ多分今言ったら多分放送禁止用語な。とか、もうトロッコ進むところなくね。あ、やばい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 、頼む頼む、よし、いけた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 、危なかった。あのまた例の発作が始まってたところだったんですよ。だからなんでお前さ、肝心なところでなんでそのとこ向いてんのって思われてたかもしれないですけど、要はそういうことです。はい、発作マグナが起こっておりました。日本を分断するとこでしたね、ここスペインだけど。はぁ、夢の後ですね。ここはつまりバグズライフ。バグズライフ好きでめちゃめちゃ見てたけどな。なんかあのさ、なんだっけ、あのバッタたちの本拠地に出てくるさ、あれなんて言ったらいいの、なんかナッツというのかピーナッツというのかアーモンドというのかよくわかんないけど、あれが妙に美味しく見えたんだよね。ということで飛びます、今だ、ほんと何回見てもこのルイス間抜けだよね、面白いよね。助けてくれ、助けて助けて、どうルイスは早めに頼むぜなあ山頂。いやでも今だって言わないとあれね、あー怒ってる、超怒ってる。アイテムはとりあえずここにはなさげだね。そうなの、あそこのリフトに乗るぞ。はい、乗ります。わー、乗らせるかーってか、しまった。冗談きついぜ。こういう時って冗談きついっていう言い方するけど、どういう意味があるんだろうな。だって冗談ってつまり嘘でしょ、嘘でしょって、嘘がきつすぎるぜって。でも実際にさ、もう落ちちゃってくから本当じゃねって思ったりするんだけど。でこっち進んでって、もうね、秋も夜長に入ってきましたからね、もう本当に。おいお邪魔します、しょ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 、油断するな、こいつら擬態するぞ。いや知ってるよ、もう何回こいつとデートしたか覚えてるかって言って話で。よし、あれでもこ、あ、一体だけ、もっとドゥル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 チンって出てくると思ったけど、あ、来てるね、めっちゃ来てるわ、めっちゃ来てるわ。え、ちょっと待って、アイテム取らして。よし、じゃあこっち、てかこいつら相手にしてらんねえから、さっさと逃げようぜ。もう虫は虫、あれなんか、あ、そっか、体力、そっか、さっきめっちゃボコボコにされた。虫は苦手なんだ。うわあ、そっちだったか、目の前にいたの気づかなかった。左の方にいたのは分かってたんだけどね。ほいほいほい、あいてててててて、なんだ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 。いや、よそ見よそ見はしてない。でもなんか何かが飛んできた、何だったんだろう。ほっ、ほい、よいしょ、オッケー、一発目もお話。もうこの毎回ダイス歌うのも飽きてきたな。ほいほいほい、
もうね、あのね、まともにナイフを振るとね、こういう、もう、あの、発作が起こってしまう状況からすると、もう戦うことを諦めて、ただの、あの、暴徒化として、あ、痛いー、そんなこと言うなよって怒られちゃって。よし。ほっ。あ、痛い。ふっ。あ、痛いー、やりやす。アーマーちゃん。でしし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 、それは違う。どこ攻撃してんの、バカバカ。ほんと、もうエージェントにこんなこと言うのもさ、あれなんだけどさ、ほんとバカ。そんなことはどうでもよく、ちょ、レオのチンチン見ながら走ってどうすんだよ。んで、今更攻撃するのか、もういいや、無視しよう。落ち着いて。はい。じゃ落ち着こう。特に拾えそうなアイテムはないか。まあ、じゃあ、クラフトでもしとこうか。強化手榴弾、ペコン。ここで、このタイミング作ろうか。いってーしばくぞ、この虫。こっち。で、どこ行った？あ、じゃあ、戻ってる。あ、いて。もう、虫は虫ー。あ、いて。もういいって。君飽きたって。もう、しょうもないって。回復アイテムがない。これは非常に、あった、来た。あ、でも今、あ、うい、え、なんでやねん。こっち行かれへんがなぁ。頼む。いけ。なんかめっちゃ上でプラプラ飛んでるやつがいる。プラプラ飛んでるやつがいるけど。逃げる。虫っちょ。お馬がペケペケしゃがんで。走って。ここにルイスって来るのかな。来ないとしたら、もう、どんまい。戦っといていただこう。これでカチンで。え、もうないのか。そうか、ないのか。非常にまずい。まあ、こいつはいらない。どんな価値ある品だって、墓場では持っていけねえぜ。そうだ、持っていけるとしたらね、何を持っていけるだろうね。サンキュー。まあ、結婚指輪とかね、持っていけるかもしれない。あ、そうか、これ誰だ。あれ、敵な旅。よいしょ。頑張れ。よし。じゃあ、ここでしばらく、待機しとこう。あの、勝手に勝ってくれることを信じ、あれー。いいね。いいぞ、ルイス。頑張れ。こっち来ないで。はい。で、よいしょ。危ないぜ。え、ここ来る？もしかして。いや、ルイス、お前こっち来るんかい。ちゃ。ゴー。いつまでしゃがんでんの？え？いる？めっちゃいるねえ。さあ、どうしよっか。いや、しかし、ここは生き残ることが先決だ。走る、逃げる、騒ぐ。ああ！こっち。できた？来た。お兄さん来た？あ、でもこっちまで来たらあれなんだ。ああ、めっちゃ来てるわ。来ないって言おうとしたらめっちゃ来てたわ。そこで急にカッコつけないで。立ち止まらずに走って逃げないと。このスペースあったら全然入ってこれるよね。なんとかなったね。疲れたな。なんせこういうのは久しぶり。久しぶりってことは経験済みなんだな、貴様。何を、どんな経験したんだ。命をかける。両親の他者。言ったろ。俺は罪滅ぼしだって。何の罪を犯したんだ。どういうことか話せ。俺はかつて教団に手を貸していた。おう、知ってる。やっぱりか。お前らを助けたって過去がチャラにならないのは分かってる。それでもこれ以上犠牲者を増やしたくない。かっこいい。ならもっと好き。真面目に働け。今めっちゃ真面目に働いてんが。厳しいね。ああ、相当厳しいお言葉をねぶちかましてるけど、そんなあなたにプレゼント交流ですよ。さあ、山頂。焼肉天国、重々カルビー。やっぱりジョジョ園ですかね。ジョジョ園に到着。ここまで来れば、着いたも同然。あともう一息ってところ。でも、よくよく考えたらさ、ここに着いて、あの、もう、あの、目的地っていうか、着いたも当然とか、同然とか言ってたけどさ、この後登ったらさ、普通にお城なんだよね。ってこと、城に戻ってきちゃいましたってなったらさ、ここからどうやって帰るつもりだったんだって。クラウザ少佐。しかもそもそもアシュリーを捕まえてないのに。どういうことだ。
盗まれた品物だ。ごめんね、全然君の話聞いてなかったわ。だ俺はどうやってここから戻ろうかなってことを考えてなくてさ、もうどうせだってアシュリーもさ、もうだってサラザールと手を組んでさ、あの黒い飲み物を飲んだフリーとかって言ってるわけじゃない？教えたはずだぞ。何を？ナイフの方が早いとだ。ああ、そうだね。で、あともう一つだけ教えてやるよ。俺まともに戦えねえんだ。だから、ちょっとクラウザー少佐が出てきたことに関する狂気乱舞とウレションがもう耐えなくて、もういっぱいいっぱいナイフを振るかもしれないんですが、ここはね、なんか成長したんだなって思って、なんかやってか、痛い！おい！飛びます。うわ、くるくる。ドン！最初何キロなんだ？身長185センチ、体重120キロくらいあるそうだね。お楽しみはこれからだ。ルーキー込みだったらなんか140キロくらいあるそう。あんたも操る。うい、課金！うい、課金！あれ？うい。遅いぞって言って、まあ、顔面に何回食らってんねん攻撃。ほら顔面に食らいすぎてワロス。ほい、あいたあれほい、あっち痛い、やばい、フルボッコにされてる、痛い、お前調子乗んじゃねえぞこのルーキー。あ、ルーキー俺だ。クラウザ、あ、ちょ待って、クラウザ待て、お座り、伏せ。決して許されることじゃなかった。だが、痛い、足、おめ、痛みを感じねえのかお前は。出た、発作。アイテムを取ったらなんか許されるみたいな。おい、危ね。手ぬるい。なこの時にダメージを食らうなんてお前卑怯者なり。ついよっしゃ、お見舞いキック。いや、刃先が震えてるんじゃなくてね、あのね、もう全部が震えてる。あーはー、まさかの終了のお知らせ。ドキュン。ここであれだね、やっぱりあのほらクラウザーさ、あの現役じゃないや、原作の時はさ、ナイフをさチドーンって落としてたじゃないですか。期待外れもいいところだ。あのエイダーに打たれてさ、ああ、びちょ濡れドレスっつってな、ドレスの下は濡れだな女とかって言ってたじゃないですか。でその時はナイフをねカキンって飛ばされてたけど、やっぱね、あの RE4 になってね、クラウザーも強化されたのか分かんないけど、ブレザーのナイフ落とさないっていうことは握力鍛えたみたいですね、この十何年、23年、だから18年の時を経て。すいません、これを持ってけ。エージェントにもうお前喋んなって怒られてる。鍵だ。行って取り除くんだ、その寄生体を。はい。すいませんね。助けろ。社長。アシュリーよ。頑張って、あのカイバーランドの方であのはしゃいでください。なんかなんだっけ、なんか最近ニュースな、あ違うな、あれは違うか。あ、そっか。ポケモンカードの方か。なんか遊戯王とかも転売みたいなとかって。クソみたいな。ポケモンカードもあるかね。そうだなと、昔の人のこととか考えたら、どうも30歳前後で寿命が終わってたって考えたら、俺も死んでるわけだもんね。もう今この世にいないってことを考えたら、やっぱり先代の人たちがさ頑張って寿命を伸ばしてくれてさ、たくさんの知恵を授けてくれて100年まで生きられるような時代になったっていうのは非常に感慨深いっていう話ですね。何の話やねん。はい、ということでね、無事、少佐、ぶちのめすことができました。最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押して、また明日以降もお楽しみいただけたら幸いでございます。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れさんでした。さよなら。バイバイ。あ、死んでんだよ。